一の鳥居水沸かす神社は、島根県沖郡沖の島町郡にある神社。式内社、沖国一宮。旧社格は、国兵中社で、現在は神社本庁の別表神社。神門は、菊。祭神は次の三柱。玉沸かの命神社を帰国僧うじゃ。祭神の、玉沸かの命について、水沸かす命との関連性が指摘される。延長五年成立の、 演技式神明朝での祭人の記載は一座。現在は社名を水若須神社とするが、同調の記載では水若須地神社とあり、祭人が水若須命であることが知られる。この神は、古事記、日本書紀に記載が見えない、地方神であるが、有意書を伝える水若須神社の資料は、陛下等で失われているため、つまびらかでない。神明の水若須のうち、 水の辞儀は、文字通りの水の意とする説や、微笑の隋の意とする説があって明らかでなく、沸かすの辞儀も明らかでない。演技式新明帳では、大き国に玉沸かす命神社の記載も見え、同社の社名と水沸かす神社との関連性も指摘される。他の祭神である中古と命、鈴午前の由緒もつまびらかでない。確かな資料ではないが、古伝書、意味ジ由来記には、 水別種名、長いのち、出姫の伝承が記されている。なお、印州主張号機では祭人を、スジン天皇とする。水沸かす神社では由書に関する古文書のほとんどが、中世紀に、陛下等で失われているため、草剣はつまびらかでない。印州記著の伝承では、スジン天皇の時に神が、海中から囲碁の地に上がり、白葉と庭に乗って先座したとする。 また、完成7年の文書では、仁徳天皇の時に祭人が誕生されたとする。沖島の伝承では、白鳩ではなく、白鷺によって、神が、伊碁から、捧げ葉山などを経て、山田村、一宮村宮原と移り、さらに、江戸時代の洪水の際に、原社地の群村県町に遷座したとする。原社地は、軍という地名から、沖国沖の軍家所在地と推測される地域で、 境内一帯では、沖諸島最大級の横穴式石室を有する、水若須神社古墳群の分布も知られる。古代国史では、俗日本語記、上和九年上において、ゆら姫命神、境受け家、命神、水若須命神の三者が感謝に預かる旨が、記されている。延長五年成立の、演儀式神明帳では、沖国を地軍に、水若須命神社名神台と記載され、 名神大社に列している。演技式臨時祭の名神祭場でも、水若水の地神社一座とある。平安時代中期の和名称に見える地名のうちでは、当地は、落ちぐん里に指定される。その後は15世紀まで、当社のことを記す資料が見つかっておらず、変遷は不詳。中世中世紀の資料の所見は、昭朝2年の久し聖書上内市で、陰州大宮寺社領と見える。 また、協力三年の資料に、一宮造作と見えるのを初見として、沖国では、一宮の位置づけにあった。ただし、新官が、大宮寺を称したのは、沖国で、当社だけであることから、先の象徴二年の文書をもって、一宮の初見とする説もある。しかしながら、沖国新名庁によれば、当社は、肖像医、水若須明人として肖像くらいの位置づけにあった。一方、 天賢金草神社、玉若水の地神社は小一くらいの位置づけにあったことから中世紀には地位が低下し名目上の一宮であった可能性も指摘される中世の沖諸島では沖国主五代である沖氏の身長に伴って沖氏、在地勢力の間で対立が強まっており協力三年の文書では大宮寺無本のことがあって大宮寺が大使に変わったと見えるまた 雲陽軍実機や陰徳太平記にも、沖清政と在地武士との争いにより沖氏が島前、島後を支配するようになった旨が見えており、沖氏との争いの中で、水沸かす神社の大宮寺が没落したのは事実とされる。天正五年の文書では大民武家の一のみや、大宮寺職への部人の旨が見え、大宮寺職は続けて大師によって継承されている。近世江戸時代に入り、 官営15年の文書では、慶長4年の作文70国余り及び、吉川氏時代の宿り記文30国が山田村、群村、内大田村にある旨や、車両が10国である旨、大宮寺が陰部正し形である旨が見える。上京5年の増保印因集記では、一宮明神について、一宮村にある旨と、車両10国である旨が記されている。 一宮村での旧鎮座地は山田川、群川の合流地付近とされ、漢文7年の陰州市長号機にも一宮の新市は田園の中にありと見える。遠方4年には洪水で社殿が流出し、遠方6年にそれまでの一宮村から軍村に遷座したとされる。完成7年には現在の本殿が造営された。江戸時代後期には大宮寺の隠部正岡が 京年増土母において、松江藩政に対する批判を行っている。また幕末期には、国学者の中西武氏男が、境内に、私塾、養長館を設けて、尊能上位を唱え、それが発展して、陰部正広が正義党を率いて、沖騒動を指導している。近代以降、明治維新語、社号を水若かす神社と定めるとともに、明治4年に、近代社格制度において、 国兵中車に列した。戦後は神社本庁の別表神社に列している。現社地は江戸時代前期の遠方6年以来の鎮座とされる。その際の鎮座地の選定は、神獣の白鷺が当地の松に泊まったことによるといい、境内の二の鳥居付近にはその明神の松が生育していたが、昭和46年に故死し,している。本殿社殿のうち本殿は、 江戸時代の完成7年の造営。三社は、切り妻作り妻入りで、桁行き2軒、張り間3軒の大規模な建築になる。屋根はかやぶきで、胸には地に、かつおぎを置き、三社前面には刀流れ、土地吹きの日差しを付す。三社内部は、全1軒を外、外人、51軒を内人とし、外人、内人とも畳敷きで、内人奥に身体を収める図紙が据えられている。 この本殿は、置づくりと称される独特な神社建築様式で、その造営に係る棟札、不審文書もよく残されていることから、本殿及び棟札、不審文書は、国の重要文化財に指定されている。本殿前に建てられている拝殿は、大正元年の造営。拝殿に掲げられる、置き州第一宮名の変額は、明和九年に、 幕府順剣士として統治に至った佐久間東川の書による。廃殿前の神流門は文化8年の造営になる。なお、水若須神社本殿と同様の置き作りの建物は、玉若の知神社本殿造営、国の重要文化財、伊勢の知神社本殿造営、沖ノ島町指定文化財などでも知られるほか、一軒、四方の小規模な置き作りの社殿は、沖諸島の各地に伝わる。 水若須神社一号墳石室、水若須神社の境内一帯には水若須神社、古墳群と称される、古墳時代後期の古墳群が分布する。かつては数期の古墳があったというが、現在は次の2期のみを依存する。水若須神社で年間に行われる、主な祭事は次の通り、所在地交通アクセス周辺注釈出店。ありがとうございます。